こんにちは。寝転がりながら動画を撮っているのは理由がありまして、普通に座りますとこうなってしまって、ちょっと見づらいからです。まあそんなことはどうでもいいんですけどね。見てください。ここにあるこの枕ですよ。驚きの白さ。まず、極めて綺麗にされているこの枕。このいい枕感がこれある。しかもですよ。二つもあるの。二つあるんですよ。あれこれ違う枕か。あ、違う枕。どっちでもいいんですけどね。この旅館、これ低反発枕というやつと、それからこれは、こう、ふわふわの、もう、枕最高。こう、私は基本的に枕というものは使いません。実は皆さん驚くと思うんですけど、私枕というものが嫌いでして、昔は使っていたんですが、一時期枕なしで生活していた時期があったんです。そしたらなんか頭がこういうのがあるとダメだな、こう寝てる時もですね、ちょっとこれは2つあると高すぎますけど、1個の時にね、これでこうやって普通、まあこうやって寝るじゃないですか。なんかこう頭が高いのは、なんかこう、あ、そうかと、こうすりゃいいんだっつって、これで快適な寝心地だよ。私もこの体勢にすっかり寝て慣れてしまいましたので、枕が必要ないといえばそうなんですが、逆に枕を使って眠ることはできません。でもね、枕がないと眠れない人に比べて、私は枕があると眠れないので、別に困ったことはないんですが、まあ、そういう感じだった。ところが、この枕は大変ちょうどいいんですね。こんなこと動画で紹介されて、わざわざ皆さん見ますか？バカバカしいことですよね。それでも、ね、本当はもうちょっと私だって皆さんの役に立つようなこと言えば言えるんだけど、まあでも、この枕本当に素晴らしいなというふうに思います。おー、かわいいね。なんかね、こう、使い心地がいいとね、かわいくなってね、こう、締め殺したくなってしまうような、こう、羽交い締めにしたって、この枕は死にはしないんです。耐久性も抜群だ。私が誰かを今、羽交い締めにしているんだ。誰かだって、枕をこう友達のように思ってしまっているところがありますからね。別にね、なんですか、こう、まあ、私の人間関係でいなくてもいいような人間っても、まあ中にはいるわけですが、この枕は、これはダメだ。離れられそうにありません。今日はね、ここの旅館に泊まって、初めてこの枕と知り合って、そしてこれから一緒に寝ようというところなんですけれど、明日には私はこの旅館をチェックアウトしなければなりません。チェックアウトした後、この枕と別れてから、私はどうやってね、今後毎晩過ごせばいいのでしょうか。本当にこれは、うわ、困ったことだな。どうにかしてこの枕と離れたくない。今からフロントに電話して、この枕を売ってくれませんかというふうに相談するのもいいかもしれません。あれなんですよ。あとはこの枕にまた、あいつじゃね、この愛着をこう持ってしまったので、市販の同じような枕ではもうダメなんですね。もうこの枕がいいんです。ここにリュックサックがあって、中身がちょうどスカスカです。入るかな。ちょっと入りきりそうね、まあ、無理やりやったら入るかもしれませんが、そんなことをやるとちょっとこの枕ちゃんがかわいそうですからね。息苦しい、ごめんね、苦しかったでしょ。どうしたのかな。君も僕と一緒に東京に帰る。東京は楽しいよ。東京はいいとこだよ。電車もいっぱい走っててね、それから東京タワーもあるんだよ。楽しいよ、東京おいでねえよ、僕と一緒に遊ぼうよ。東京で、東京はもっと朝になればね、お日様が東から昇るし、夜になると沈むんだよ。そこが東京なんだ。東京の僕と一緒にね、これちょっとやばいですね。こういうことをやってね、この部分だけ切り取られて動画に出されたら困るんですよ。まあ、この枕が要するにたまたま使い心地が良かったと、そういうことなんですけど、あんまりこういうことばっかりやって恥をあちこちに晒しますと、それでね、私の人間性がこういう人間だと思われてしまったら困る。ここだけのところを部分的に切り取ってね、ヒカキンがふわーへへへへとやってるのはありますけれど、ああいうようなのばっかりね、ネット上に出回ってたりするわけでしょ。だから私がそういった人間だというふうに思われると困りますんで、一応言ってきますが、あの枕枕はたまたま使ってみたら、いつも私は枕が合わないのに、この枕はどうも合いそうだから、今晩は快適に眠れそうだと、それだけです。ご視聴ありがとうございました。あ、そうか、録画ボタンやらないとダメですね。ありがとうございました。